皆さんこんばんは。今日ラストの岡くんの私物紹介動画になります。なんか岡くんの私物紹介動画って言いにくいんだよね。なんかいい方があったら教えて。私物紹介動画、岡くんのはいらない。なんかいろいろさ、動画がね、私物化してるとさ、めんどくさくなってくるよね。まあ多分これが一番長く続かないと思う。もしかしたら、あさってぐらいに開けるかもしれないし。もしかしたら同じものを永遠と紹介するかもしれないし、ゲーム紹介動画もさ、毎日スパコでやってるじゃん。それみたいにさ、毎日カブトムシとかあるばっかり紹介するかもしれない。で、これ何って思うかもしれないんだけど、あのスイッチのゲームで、まあ PS のゲームでもあるんだけど、ドラゴンボールジェノバース2っていうゲームがあるのね。で、このフィギュア、これフィギュアなんだけど、アクリルフィギュア、アクリルフィギュア、まあ、裏側にも書いてあるんだけど、これすごい今、自慢話になっちゃって、岡くんの自慢話は汚ねえよっていう人は、ちょっとここで切り上げちゃってください。ちょっと話長くなります。これ、ゼノバース2のゲーム大会っていうのがあるのね。オンライン対戦で。で、その大会に、1位から4位まで入賞した人が、その時に使ってたアバターを、確かバンダイだった気がするんだよね。バンダイか。とりあえず、その会社ゼノバース携わってる会社のなんか運営の方が、おめでとうございます、1時間よいおめでとうございますっていうことで、あなたのアルバラを作りますよっていう風に作ってくれたやつの。だからこれと同じものを持ってる人は世界中探してもいません、複製されてない限り。ちなみにこのなんか黒いフリーザみたいにいるじゃん、これ俺のキャラクターです。ハデスっていうんだけどね。ちゃんと名前がある。で、本当に岡さん、これ、オンラインで優勝みたいにもしたのって気になる人は、ゼノバース2、炎上って調べたら出てくると思う。あのね、この大会の時に、これ炎上したんだよ。戦い方がえげつないってことで。話は長くなるんだけど、そうだね、叩いてるのは、ドラゴンクエストでいうところの、みんなが、メタルスライムばっかり倒すところ、俺が、メタルキング倒したら経験値いっぱいもらえるじゃんって、メタルキングばっかり借り続けたら、ニートの差を1万ポイントくらいつけて圧勝して勝った。っていう、チート行為をしました。ただ、これで、賛否両論があるんだけど、いや、岡さんは賢く、みんながメタルスライムを倒してるところを、はぐれメタルやメタルキングを倒して経験値稼いでただけだから、何一つ悪いことしてないじゃんっていう派と、いや、みんながね、コツコツ頑張ってるのに、岡さんだけメタルキング倒すなんて、ずるいよっていうね、派と、二つに分かれたんだけど、なんか俺が、スイッチを2台使った絵、なんか、やってんじゃないかとかね、誰かとなんか競合してやってんじゃないかとか言われたんだけど、なことはありません。多少、同じメンバーと戦うってことはあったけど、それはあるのよ。大会上位の人ってもう決まってるから、大体この人倒せばこの経験値もらえるな、みたいなね。メタルキングを倒すと、メタルキングが10人ぐらいいるのよ。で、俺は、メタルスライムの人と戦っても、経験値もらえるから、ごめんね、あなたとは戦いたくありませんって言って、弾いてたわけよ。キック機能ってなかったから。だから、なんかお母さんに対戦申し込んだのに、お母さん対戦してくれなかったずるい、みたいな。なんだよ、雑魚の相手はしたくないのかよ。まあ、その通りです。申し訳ないですね。メタルサイムの相手をしてる暇があれば、メタルキング借りますみたいな。だってメタルサイム倒すのに10ポイントもらえるところを、メタルキングだと300くらいもらえたのかな、確かその当時。よく覚えてないよ。でもね、炎上したのよ。お母さんだけずるいって。お母さんはチート行為を使って、裏技を使って1位取ったって。で、運営も、俺にどう処罰をなんか伝えるべきか、すごい迷ったらしいんだけど、結局、ランキング1位ということで、結果的に、まあ、上の穴をついたというか、まあ俺は、いかにポイントを稼ぐかっていうことをちゃんと考えてやったので、ただえげつないポイント差をつけたのは間違いない。何ポイント差つけたんだっけ ?1 万ポイント差くらいつけたかな。本当になんかえげつない勝ち方した。あれはちょっとおたげなかったなっていうのは今でも思う。まあすごい批判を浴びたね。なんかずるいだろうって言って。なんでお前が1位なんだ、ずるいだろう、実力もないのにって。でも俺さ思うんだけど、あの大会の趣旨って、対戦が強いやつが1位になるじゃなくて、最も経験値を稼いだやつが1位になるだから、あれは間違ってないんだよね、俺のやり方って。まあそこは賛否両論あるからね。ただ俺、なんか、えげつない勝ち方したなっていう記憶はある。でもね、これだけははっきり言うけど、俺はメタルキングを
借りるだけの実力があったから別になんか、うん、ねえメタルキングみんな戦えばいいじゃんって思ってたから、なんでみんなちま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 メタルスライム倒してんだろうぐらいにしか俺は思ってなかった。もっと上位勢を倒しに来なさいよと思ってた。で、あの多分ねこれは一つ確実なことなんだけど、俺を倒せば俺はメタルキングよりも多分経験値の多いプラチナキングみたいな感じだから、そうだね、俺を倒したかったなと思うみんな。で俺が全然倒されてくれないから、てか俺がメタルキングで言うところ逃げるばっかりだったから多分それもずるいって言われてたと思う。でもさ、せっかく食べた経験値はさ人に渡したくないじゃんっていうのもあるんだよもうなんかね、あれに関してはもう何年前の話だよって話だから、もう話もね覚えてないんだけど、でもおつあげないって言われました皆さんに。でも、うん、どうなんだろうね、賛否両論あると思うよ。お母さんは賢いって言った人もいたけど、うん、俺のこと探して動画に上げた人もいたけど、でもむしろなんかその動画に上げた人が炎上してた。まあいいんだけどね、そんなことは俺も。まあとりあえずねこれね、まあえげつない勝ち方をしてみたフィギュアだよっていう話です。うん、そんな感じです。それでは聞いてくれてありがとう。また明日もよろしく。